ラストワルツ。ラストワルツは、アメリカ合衆国のロックバンド、ザバンドが1976年11月25日に、米国カリフォルニア州サンフランシスコのウィンターランドで、行った解散イブの名称、およびそのライブアルバムと記録映画。ラストワルツは、長年にわたって、アメリカンロック界を支えた、ザバンドのラストライブということで、豪華なゲストミュージシャンが参加し、 ザバンドと共演を果たした。コンサート出演のゲストミュージシャン、MGM サウンドステージでの収録。このイベントは、ザバンドのリーダーでありギタリストであった、ロビー・ロバートソンと、ザバンドのマネージャーチームが独断で物事を進めていた。ことの発端は、ロバートソンがツアー生活に疲れたため、豪華なゲストを招いたライブを行い、そのライブで、ライブ活動を終了し、以後は、 レコーディング活動のみ行っていきたいと決断しのが始まりであった。しかし、ロバートソン以外のメンバーはその考えに賛同できなかった。特に、ドラム、ボーカルのリボン・ヘルムは、そんなもの全くやりたくなかったし、まだツアーを続けたかったと、後で話している。結果、ゲストにメンバーの憧れの存在であった、マディウ・ォーターズを呼ぶことでことなきを得たが、 このことによってロバートソンと他のメンバーの間に確執が生まれてしまい、後の再結成の際にはロバートソンは参加しなかった。同イベントのチケットは25ドル。当時大御所ミュージシャンのライブでもチケットの値段は10ドル弱だったのでかなりの高額である。当日までゲストはシークレットだったためチケットは売れ残り、当日券の販売もあった。当日は感謝祭の日であったため、 観客には花が配られ、最初の1時間はワルツを踊った。また、豪華なディナーも用意されていた。ゲストにニール・ダイヤモンドが呼ばれているが、ロビー・ロバートソンがアルバム1枚をプロデュースしただけで、他のメンバーとは深い信仰を持っていない。リボンは開催直前まで彼を呼ぶ、必要性はないんじゃないか、とロバートソンに訴えていたが、結局リボンの反対を押し切り参加した。 ザバンドのミュージックフロムビッグピンクを聴いて衝撃を受け自身のバンドクリームを解散させていたエリック・クラプトンはステージでギターソロを披露中誤ってストラップを外してしまい繋いでくれとロバートソンに続きを引き継がせているボブ・ディランは同イベントの映画公開時期が自身主演の映画レナルドクラーラと同時期であることを理由に 自分が出演するステージの撮影を拒否したが、交渉の末、最後の、いつまでも若くと出演者全員でのフィナーレである、アイシャルビー、リリースとの2曲のみ許可が降りた。しかし、いざステージが始まると、ディランには想像以上の歓声が起こり、上機嫌になったディランはいつまでも若くと、メドレーで、連れてってよを演奏してしまう。連れてってよは、ザバンドがザホークス名義で、 ディランのバックバンドを務めていた時期にもよく演奏された曲であった。ディランのマネージャーチームは連れてっていよのスタートと同時にカメラを止めろと指示を出すが、それを見ていたコンサートプロモーターであったビル・グレアムがマネージャーに黙れと一括し撮影を続行。結果、ディランもこのシーンの公開を許可した。これは長年活動したバンドへのディランによる粋な計らいなのではないかとも言われていが、 真相は謎のままである。映画公開の際、ニール・ヤングの鼻にコカインの塊が刺さっているのがわかり、後に発売されたビデオ、DVD ではデジタル処理で消されている。この日のヤングは顔つきとテンションの高さから明らかにコカインを決めているのがわかる。出演者のほとんどは終演後ジャパンタウンにある都ホテルに泊まった。当日はスコセッシの映画、 タクシードライバーに出演したロバート・デ・ニーロとハーベイ・カイテルも客席に姿を見せた。ゲストミュージシャンは全員ノーギャラでの出演を OK した。同イベントはマーティン・スコセッシ監督のも1978年に映画化されたほか、ロビー・ロバートソン監修で LP3 枚組のサウンドトラックとしても発売された。しかし収録時間の関係上、 当日演奏された楽曲の3分の1程度しか収録されなかった。しかも映画のサウンドトラックという性格上、本来のザ・バンドのステージゲストとの共演ゆう実際のステージの流れとは異なる順番で収録された。開催から26年後の2002年、未発表であった音源を大量に追加したボックスセットラストワルツ完全版がリリースされる。 監修は同じくロバートソンであったが、このバージョンも曲順は実際のステージ通りではなかった。しかも、ザ・バンドの演奏楽曲が数曲未収録であったため、完全版とは言えない。このため、同イベントを完全収録した海賊版も多発している。オリジナルリリース時から指摘されていたが、同映画とサウンドトラックは過剰なオーバーダビングが施されている。 もともとリハーサル期間も短く、ゲスト群の楽曲も覚えなければならなかったため、演奏面においては、あまり、良い出来ではなかったという証言もある。特に、ロバートソンのギターは、未編集の海賊版と聞き比べると全くものだという、声も高い。また、映画では、ジョニー・ミッチェルが、コヨーテを演奏しているシーンで、リック・ダンコの弾くベースの音と手の動きが合っていない、などが挙げられる。 総合的に見て、同イベントとサウンドトラックは、ロバートソンの自己満足で終わっているという、厳しい見方もできる。ロビー・ロバートソン自伝・ザ・バンドの青春、現代、テスティモニー・ロビー、ロバートソン・著、奥田雄志役 DU ブックス、2018年9月28日、ISBN 978から48億6647万535。6, 6楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。